あれからかなちゃんは依存症を克服して元気に働いている。よかったよかった。あやかちゃん、あやかちゃん、お母さん来てるよ。おかえり。毎日彩がなんでこんなに遅いん？大学ちゃんと行ってる？行ってるよ。大学で勉強してんねん。ふーん。お母さんさ、さっきさ電話めっちゃ鳴らしとってんで。ほんま？うん、今見てちゃんとほら。知らんけどな。あ。あやか、これパチンコやってんの？やってないって、バイトしてるだけ。あ、え？バイト？バイトしてんの？あんたパチンコ屋でバイトしてんの？やってるよ。あんたね、子供やねんからそのところ出入りしたあかん。もうすぐやめて。は？もう子供ちゃうし、大学生やねんからみんなバイトぐらいしてるって。店長さん、今日でこの子辞めさせていただきます。突然言われても困ります。退職するときは1ヶ月前に言ってもらわないと。それに彩香さんの気持ちもまだ聞いてないですよね。彩香、もう辞めるでいいやんな。な、でやん、就活もほら、あ、始まんねんからな。ほらパチンコ屋さんで働いてたら印象悪いって。な、帰ろ帰ろ帰ろ。もうママいい加減にして。失礼します。こっちのセリフはいい加減しやんだから。あやか、なんで分かってくれへんの、ママの言うこと。こんなとこで働いてたら人生台無しになるね。ママの言うこと聞いとったらいいの。帰ろ。